どのくらい冷蔵庫の食べ物を食卓に出す前に捨てましたか？昨年の夏、ピクニックで残ったハンバーガー用のパン、賞味期限切れの牛乳、しなびた人参。世界中の国々で大量の食べ物が毎年捨てられますが、アメリカが最悪なゴミ出し国の一つです。アメリカの食品廃棄物の 37% は家庭から出ます。食品のおよそ 20% が捨てられますが、それは記載されたラベルの日付の解釈を消費者が理解していないためです。捨てられる食品のほとんどはまだ安全に食べられます。ラベルの日付が中身が悪くなることを意味しないのならば、一体何の日付でしょう？20世紀以前は食品の産地と消費地の間の経路がもっと直接的で、ほとんどの人が鮮度を見た目や匂いや手触りから判断できていました。けれどスーパーが加工食品を貯蔵し始めると、製品の鮮度を判断しづらくなりました。アメリカでは食品店はパッケージコードを使い、食品が棚に置かれた期間を追跡し、1970年代には消費者がこの情報を要求しました。多くのスーパーでは現在日付表示と呼ぶシステムを導入し、食品製造会社や小売店が製品に年月日のラベルを貼り、最適な鮮度を示しました。曖昧な基準だったので、賞味期限や食の安全と何ら関係ないものでした。実際、科学的裏付けにより決められることは稀で、一般的にどの年月日にするかのルールがないのです。製造会社や小売店が早めの日付を設定するのも、消費者に食べ頃の食料品を味わってもらい、また買いに来てもらうためです。つまり食料品の多くは表示された日付よりずっと後でも安全に食べれます。古いクッキー、パスタなど常温保存可能な食品は新鮮度が落ちても健康上のリスクはありません。缶詰食品は缶詰に膨らみやサビなどが出始めない限り何年も安全です。冷凍すると食中毒を引き起こすバクテリアを抑え、適切な保管下では冷凍食品を無期限に保存できます。冷凍保存した卵は最長で5週間持ち、もし腐っても影は分かり、異臭やヌルヌルとした表面とカビから分かります。もちろん問題が起きるよりも安全を優先するケースもあります。米国農務省は肉は購入後数日以内に食べるか冷凍を推奨しています。記載日を過ぎるとサラダ、デリミートや低温殺菌されていないチーズなどは匂いや味見によって気づかないような病原性の細菌がつきやすくなります。また乳児用粉ミルクの日付は安全性を示すことが定められています。しかし目的通りに機能するラベルが実は大半は機能していないのです。2019年1000人を超えるアメリカ人に行った調査で 70% 以上が日付のラベルでまだ食べられるかを判断し、 60% 近くの人が日付を過ぎた食品は捨てると回答しました。レストランも食料品店も同様の行動をとります。無駄をすべて防ごうと専門家たちが法律で標準化された2種類の日付ラベルの一方を用いることを提唱しています。鮮度を示すベスト if used by と安全性を示す used by です。これで完全解決とはなりませんが、連邦レベルで基準を設定すれば年間39万8000トンもの食品を廃棄しないで済むと見込むアメリカ人の研究者もいます。英国のスーパーのチェーン店が実施したように、食料品店でも製品の製造年月日のラベルをなくせば消費者自らが判断するように促せます。専門家は食料品店やレストランが売れ残りの食品の寄付を奨励する政策を提唱しています。現在日付に関する混乱により合衆国の20州がラベルの日付を過ぎた食品の寄付を制限しています。連邦政府がそのような寄付を現に保護しているのにもかかわらずです。フランスなどの国はさらに進んでいて、多くのスーパーに対し売れ残り食品の寄付を求めています。政府の決定にかかわらず、食品廃棄物を防ぐ最良のやり方は買うなら食べる。大切なことは目や鼻、舌を使えば食べられるのかゴミ箱行きなのかを判断できます。我々は世界を救うツールと知識は持っています。しかし次の段階は何でしょう？ed.ted.com/earthschool に行ってロードマップを開き、違いを見せるために取るべき行動を固めよう。